popular log ride is getting a new theme and a new name. Tiana's Bayou Adventure, based off the Disney movie The Princess and the Frog. Now, Splash Mountain has long been a popular mainstay at both Disney World and Disneyland, and was based off of what some believe to be Disney's most racist film, Song of the South. The film was criticized for its view of the post-Civil War South. 通勤通学中の皆様、おはようございます。プクタの世界人ニュースの時間です。さあ本日はですね、ディズニーランドスプラッシュマウンテンの話題です。こちらはね、ぜひ取り上げてほしいということでリクエストもいただいておりましたので取り上げてみたいと思うんですが、なんとですね、今回とある YouTuber から東京ディズニーランドのスプラッシュマウンテンが今後も継続するんじゃないかという話が出てきたんですね。ということで現状の海外でのスプラッシュマウンテンの状況なども含めて本日はこちらの話題を見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらですね、ディズニーランドの人気アトラクションスプラッシュマウンテンです。でこれに関してはですね、このチャンネルでも過去に2本ですね取り上げた動画がありますので、よかったらねそちらもご覧になってみてください。1本はですね、ディズニーランドがネットで買ってきた装飾品を置いているというね、まあ面白い話題なんで、ぜひねご覧になってみてください。現在ですね、実は海外でのスプラッシュマウンテン全て閉鎖となりました。もうないんですね。唯一生存しているのが東京ディズニーランドのみということになっています。そしてファンはですね、この東京ディズニーランドのスプラッシュマウンテンもなくなってしまうんじゃないかと戦々恐々としている状況ではあるんですが、今回東京のスプラッシュマウンテンはなくならないんじゃないか、そんな話がとある YouTuber から出てきたんですね。まずはですね、去年の5月についに海外での最後のスプラッシュマウンテンが閉鎖となりました。こちらの記事ですね。ディズニーランドスプラッシュマウンテンの閉鎖日、ティアナのバイユアドベンチャー詳細発表。ディズニーランドでのスプラッシュマウンテンの寿命も残りわずかであることは分かっていました。カリフォルニアリゾートのこの愛すべきアトラクションがいつ閉鎖されるのかが今回はっきりとしました。ディズニーパークは水曜日、フロリダ州ウォルトディズニーワールドのスプラッシュマウンテンが閉鎖してから数ヶ月後、マルタのライドを5月に閉鎖すると発表しました。ということで去年ですね、2023年の5月にカリフォルニアのスプラッシュマウンテンが閉鎖になりました。そしてこちらが閉鎖後の記事ですね。ディズニーランドのスプラッシュマウンテン閉鎖の理由とディズニーの次の計画。ディズニーランドのスプラッシュマウンテンはカリフォルニアのリゾートで33年以上にわたる歴史に幕を閉じた。ディズニーは2020年にスプラッシュマウンテンを閉鎖する計画を発表。この変更は2019年から進行中だったと述べている。スプラッシュマウンテンのブレアラビットのストーリーは南部の歌という1946年のディズニー映画に結びついており、この映画はプランテーション生活の理想化された描写に対して批判されている。ディズニーの CEO ボブ・アイガーは2020年の3月の株主総会で、私は CEO になって以来、南部の歌は面積事項があったとしても現代の世界では適切ではないと感じていましたと述べた。プクタはね、スプラッシュマウンテン大好きですから、アイガーは敵ですね。もっと言及されたらいいんじゃないでしょうか。ウォルト・ディズニー・ワールドではこのライドのバージョンを2022年1月22日に閉鎖。現在東京ディズニーリゾートでスプラッシュマウンテンを変更する計画はありません。ということでですね、ディズニーワールドでは1月に閉鎖、そして5月にカリフォルニアで閉鎖。全世界で唯一スプラッシュマウンテンが残っているのはこの東京ディズニーランドだけだということですね。で一応ですね、コメント欄でもたびたびね指摘される方いらっしゃいますが、この東京ディズニーランドというのはですね、世界で唯一ディズニーカンパニーの直営ではないんですね。この東京ディズニーランドを運営しているのはオリエンタルランドというですね日本の会社になります。京成電鉄のグループ企業でして、もともとはですね京成電鉄の社長がこのオリエンタルランドの社長を兼任していたんですね、川崎千春さんと言いますが。そしてこの時の京成電鉄というのは千葉県でですね、八津遊園という遊園地を経営しておりまして、これがね大成功しました。その後吸ったもんがありまして、本当にね大変だったんですね。いろいろありまして、1983年に東京ディズニーランドをオープンするんですが、その前年1982年に八津遊園を閉園します。そしてこの時の八津遊園の従業員が東京ディズニーランドに移動してきまして、現在のキャストさんにつながっているわけですね。ということでこのオリエンタルランドというのはですね、そういった歴史を持つ生粋の日本企業です。そしてこちらがね2018年のプレスリリースになるんですが、ディズニー社とのライセンス契約について、ディズニー社と当社間で締結しているディズニーテーマパークおよびそれに関連するライセンス契約について、現行では最長2046年までの契約期間であるものを、今後予定している各施設のオープンをもって最長で2076年まで延長されることとなりました。ということでですね、このライセンス契約というのは2018年に2076年まで延長されています。東京ディズニーランド開園から35年の間、社会環境は大きく変化しております。その間、当社は一貫して世代を超えて共感できる価値を提供し続けることで、心の安らぎや活力を生み出してまいりました。今後、さらなる成長に向け、東京ディズニーリゾートを
すべてのゲストがそれぞれのスタイルでディズニーテーマパークの普遍的な価値を体験し、その夢のような世界が途切れることなく続く両パークを核としたオンリーワンのテーマリゾートへと進化させてまいります。ということでね、オンリーワンのテーマリゾートにしたいと、まあ、こんなことが言えるのもフランチャイズならではですよね。とはいえですよ、もちろんオリエンタルランドがね、何でもかんでも勝手に運営しているわけではなくって、ちゃんとしたですね、こういった契約があるんですね。これ毎年ですね、200億円ぐらい払っているようですが、ショーパレもそう、アトラクションもそう、すべてディズニーカンパニーの監修が入っています。ということで、パークにね、直接触れている直近の会社というのが日本のオリエンタルランドではあるものの、結局その上にいるのはディズニーカンパニーですので、ファンたちはですね、このスプラッシュマウンテン、東京からもなくなってしまうんじゃないかと、そういった不安をずっと抱いているというような状況なんですね。こちら、WDW ニュース2デイさんですね。東京ディズニーランドのスプラッシュマウンテン、びしょ濡れマックス、数年ぶりの新マーチャンダイスに、キツネ丼とクマ丼が登場。ということで、こちらですね、マーチャンダイスとあります。こちらが本日のキーワードになります。マーチャンダイス。売買されるグッズ。ということで、こちらね、マーチャンダイスというのは、商品という意味になります。製品とかね、在庫品とか、まあそういった意味ですね。ということで、こちらは、東京ディズニーランドのスプラッシュマウンテン、びしょ濡れマックス、数年ぶりの新グッズに、キツネ丼とクマ丼が登場。このブラフォックスとブラベアに関しては、先ほどね、紹介した動画内でキーワードとして勉強しましたね。ブラザ、兄弟の南部なまりです。東京ディズニーランドは、スプラッシュマウンテンのオンライドフォトで、キツネ丼とクマ丼をあしらった季節限定のフレームを公開した。フレームの上部には、スプラッシュマウンテンのロゴ、びしょ濡れマックス。下部には、スプラッシュマウンテンを滑り降りるゲストを見上げる、クマ丼とキツネ丼。この画像は写真にプリントされます。ということでですね、まあ、こちらね、びしょ濡れマックスというのがよくわからない方もいらっしゃると思いますが、こちらね、見えておりますが、2022年からこれ始まりました。スプラッシュマウンテンはですね、最後にこのライドに乗りまして、坂を下り落ちるんですね。その時にね、水がビシャーンとなるんですが、そこのビシャーンの部分が増量されているというバージョンです。つまりその時にびしょ濡れになるんですね。これがですね、2022年から初めて実施されまして、2023年も同じく実施されました。そしてこの時の写真に使われていたのが、ここのね、クマ丼とキツネ丼だったと。このアイテムは、ディズニーがフロリダとカリフォルニアでのアトラクションの閉鎖を発表して以来、すべての国において初めて発売されるレアキャラクターを使用したアイテムとして重要な意味を持つ。東京ディズニーリゾートはもう、このキャラクターをグッズやマーケティングに利用することは許されていないと思われていたが、そうではないようだ。実はこのデザインは10年前のオンライドフォトフレームだが、びしょ濡れマックスのロゴの代わりに通常のスプラッシュマウンテンのロゴが使われている。まあ、つまりデザイン自体は前からあって、ロゴをびしょ濡れマックスに変えているだけですよと。まあ、そういうことですね。この夏、これ2023年のことですね。この夏、東京ディズニーランドのゲストは、ベイマックスのミッションクールダウンも楽しむことができる。スプラッシュマウンテン、びしょ濡れマックスも7月4日から9月9日まで復活する。ということで、2022年に始まったスプラッシュマウンテンのびしょ濡れマックスが、2023年にも復活しますよと。まあそういった記事なんですね。そして、今回ですね、YouTube チャンネル、WDW プロさんで、東京ディズニーランドのスプラッシュマウンテンの今後についての言及があったんですね。で、ちょっとね、こちら動画なんで全てね、お見せできませんが、概要欄にね、リンクを貼っておきます。興味のある方ね、ご覧になってみてください。で、こちらのね、WDW プロさん、マウストラップニュースとは全然違いますからね。非常にね、情報ソースとして信頼されている方でして、過去にはですね、こちら、バラリー・スチュワートさんにインタビューもしてるんですね。この方は、クマドンの声優をやりました、ニック・スチュワートさんの娘さんです。でね、南部の歌で主演しておりました、こちらのね、ジェームス・バスケットさん。この方は、お子さんがいらっしゃらないんですね。ということで、当時の背景とかを話せる人がね、いないんですよ。そこで、このね、WDW プロさんでは、こちらのクマドンの声優さん、ニック・スチュワートを父に持つ、現状、当時の状況を知っている、最後の生き残りとなりました。このバラリーさんにインタビューをしているわけですね。で、このインタビューのすぐ後、こちらのバラリーさん、もうね、亡くなってしまいました。これ去年ですね。これね、本当に貴重なインタビューとなっておりますので、こちらもね、概要欄に貼っておきますので、興味ある方はご覧になってみてください。ということで、こちらのね、WDW プロさんは、ちゃんとした方なんでね、変な人ではないです。で、今回この方が、この動画内で何を言っているかと言いますと、WDW プロさんの信頼しているソースが、このびしょ濡れマックスがまた戻ってくると言っているというんですね。つまり、スプラッシュマウンテンは継続するということです。現在ね、こうバタバタと世界で閉鎖されているスプラッシュマウンテンですが、日本はね、オリエンタルランドがノーと言っているというんですね。もちろんですね、これは正式に発表されている情報でもありませんし、何か証拠がある情報でもありません。しかし、少なくともオリエンタルランドが抵抗しているようだという話が海外から出てきている。これを頭に入れておくのは悪くないかもしれませんよね。ただしですね、ちょっとプクタには若干懸念点もありまして、それがこちら J キャストさんの記事話題になりましたね。東京ディズニーリゾートの名物曲、ジッパディドゥーダーが消える？運営会社オリエンタルランドに取材すると、2022年8月19日からディズニーリゾートラインの駅舎内で使用されていた BGM、ジッパディドゥーダーの楽曲使用を一部取りやめていますと明かした。日本経済新聞の2020年6月26日付報道によると、映画内の黒人描写に批判があり、米国内2つのテーマパークではスプラッシュマウンテンについて変更すると6月25日に発表。オリエンタルランドの広報は日本経済新聞の取材に対して、東京ディズニーランドについては変更
更についての検討を始めた段階だと答えていた。ということでですね、このスプラッシュマウンテンについては検討しているというのはすでに明かされているんですね。そして東京ディズニーランドではこちらにですね、クリッターカントリーというのがあるんですね。これがですね、スプラッシュマウンテンの世界観に非常に結びついておりまして、なかなかね、変更難しいんじゃないかなっていう話もあるんですが、東京ディズニーシーではまさにね、そういった位置づけにあったストームライダーを変更したでしょ。だから現状あのエリアの世界観というのは切り離されちゃってる状態なんですよね。ですので東京ディズニーランドもいつ後を追うんだろうという議論に、ね、なっているんじゃないかなと思いますが、現在ですね、オリエンタルランドは変更しないようにノーと言っている、そういった情報が出てきているというのはあくまでも憶測の域は出ませんが、シェアしておきたいと思います。有色人種ラテン系として日本がスプラッシュマウンテンを維持し物語を存続させていることを嬉しく思います。日本がアメリカ自身よりもアメリカ文化に敬意を払っている時点で何かが間違っている。ディズニーが奴隷制度を隠蔽しようとするのは奴隷制度がどのように終焉を迎えたかを黒人たちに見せたくないからだ。当時の苦難にもかかわらず黒人たちは家族と自由を切望した。私たちの歴史は苦難以上のものです。 DEI は真実を黒人たちに教えてくれない。頑張れ日本。メディアのウォークネス化に終止符が打たれますように。日本は伝統を重んじる国だ。彼らは日本からウォークネスとポリコレを排除してきた。だから日本がスプラッシュマウンテンを維持することは驚きではありません。日本がディズニーやアニメ業界に立ち向かっていると聞くのは大好きだ。ありがとう日本。ディズニーがこのパークを管理していなくて本当に良かった。パークの運営状況を見ればそれも一目瞭然だ。東京ディズニーランドは絶好調ですからね。はい、ということで本日はですね、海外で亡くなってしまったスプラッシュマウンテンですが、東京ディズニーランドでは OLC がこれにノーを突きつけて存続していくんではないか、そんな話題を見てまいりました。あくまでも憶測の域を出ませんからね皆さん。一応そういった話が一部出てきている、そのくらいで聞いておいてくださいね。これね、プクタも知らなかったんですが、こういったねスクーパーの精度を審査する第三者監査というのがあるんだそうですね。そしてこの監査によると WDW プロさんの精度は 92.5% だそうです。ですので 7.5% を引いてしまった場合は、この動画を出した瞬間にオリエンタルランドがスプラッシュマウンテンの廃止をアナウンスする可能性がありますので、その点はご了承ください。先ほどねコメント欄でも出ていましたが、日本のディズニーがねアメリカの伝統を守っているっていうのはこれね本当に一理あると思いますね。これ本当にね、日本人の抱いているディズニー像っていうのはオリエンタルランドが牽引していると思ってるんで、本当にディズニーっていうとね、こう夢と魔法が溢れている、そんなイメージをね持たれている方、日本人には多いんじゃないかなと思いますが、海外ではですね、結構前からそういった魔法っていうのは溶けてしまってるんですね。それを維持しているのはやっぱりね、オリエンタルランドの貢献度は高いと思いますよ。だからまだまだね、日本ではブランド力もありますし、映画公開すればそれなりにヒットしますからね。ドクターねパーク大好きなんで、オリエンタルランドにはね今後とも頑張ってもらいたいですね。これについて皆さんはどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。